はい、どうもぷーたろうです。このチャンネルでは今年のプロ野球ドラフト会議での上位指名候補を中心にプレーを詳細に分析した辛口解説動画を上げていきますのでよろしくお願いします。現在は社会人チームに所属する選手の解説動画を出しているところになります。ということで今回は多彩な変化球が光る社会人屈指の即戦力投手、トヨタ自動車の吉野照樹選手の解説になります。それでは早速解説していくんですが、大きく3つのパートに分けて説明していきたいと思っています。まずはプロフィールの説明をして、その次に投球内容の分析、最後に評価の発表という流れでいきたいと思います。そして注意事項ですが、この動画はただの野球好きの素人による解説になりますので、内容に関しては1ミリも責任を持てませんのでご了承くださいませ。はい、それではプロフィールからいきましょう。はい、それではまずはプロフィールの紹介になります。吉野照樹選手は右投げ右打ち、176cm78kg の投手になります。プロの右投手に混ぜるとやや小柄な部類に入るでしょう。大卒社会人の投手ですが、まだ体をでかくする余地はありそうには見えます。東京ガスの増田投手あたりと比べると下半身はまだ太くできるはずです。ということで身体強化によるさらなる球速アップ、制球力アップが期待できますし、この投手は小柄な割に結構力投するので身体強化で故障のリスクも減らせるでしょう。またこの選手は熊本九州学院高校出身で、現横浜の伊勢投手の1学年下、現ヤクルトの村上宗隆選手の1学年上になります。上武大では2年生から頭角を現すも腰の骨折などもあり順調にいかなかったものの、トヨタでは2年目から頭角を現して一気にエース格となりました。先日の都市対抗では足がつって4回で降板してしまい、以降登板がなかったためサンプルが少なくなってしまいましたが、ドラフトではどのような位置づけとなるのか、そしてプロではどのような選手になっていくと考えられるか、私なりにも考えていきたいと思います。はい、それでは投球分析ということで、まずはフォームから解説していきたいと思います。この投手は足を上げ、グラブを前に突き出して開きを抑えながら、やや重心高めで投げ込んできます。リリースまでの動作がスムーズに連動しており、バランスの良さを感じます。腕の使い方はオリックスの山岡投手っぽいと思いました。ただし山岡のような体の柔らかさは感じられず、下半身の粘りはいまいちでやや重心が高いです。ということでトヨタでフォームを一から見直したとのことですが、うまくいいフォームにたどり着いたという印象です。さすがトヨタです。ただやや体に硬さを感じるフォームですし、力投気味なので故障がちなのもうなずけます。プロでは故障には細心の注意を払っていきたいところです。では次に直球を解説していきたいと思います。まず球速は常時140キロ前半、マックスで148キロ前後になります。球質は特に特徴はなく普通だと思いました。対右バッターに対する制球はアウトコースは概ね集まっていますが、中に入ってくる球もありました。インコースは投げ切ってきます。対左バッターの制球はこちらもアウトコースは概ね集まっていますが、引っ掛けたり中に入りがちなようです。またインコースは投げ切れず中に入ってしまうケースが散見されました。ということで全体的に高水準な直球ではありますが、球速、球質、制球力いずれも70点ぐらいでまとまっているという印象です。プロの先発投手の直球と比較して平均かやや下ぐらいの位置づけとなると考えます。ということでプロの打者相手に直球でガンガン押していく投球は難しいと思われるので、変化球とのコンビネーションで打ち取っていく投球が必要になるでしょう。続いて変化球の分析になります。球種は主にカーブ、ツーシーム、フォークの3種類だと思います。まずカーブからですが、変化量は多い、変化タイミングはカーブなので関係なし、制球力はいいと思いました。この投手のカーブは一度浮き上がってから縦に大きく曲がるカーブです。ストライクカウントを取る球、決め球の両方で使ってきます。制球力もよく低めに集まっており、打者からするとかなり厄介な球でしょう。次にツーシームですが、変化量はやや多め、変化タイミングは早い、制球力は普通ぐらいだと思いました。腕の振りと逆方向に沈むタイプのツーシームです。変化量が多くかなり流れていくのが特徴です。都市対抗では決め球で使う場面はなかったですが、十分使えそうだとは思いました。最後にフォークですが、変化量は多い、変化タイミングはやや遅い、制球力はいいと思いました。球速は130キロ台と早めで、かつ落差もあります。対右バッター、左バッターともに決め球で投げてきます。この球が低めに集まるので低めの直球とのコンビネーションは抜群で、都市対抗ではこの球で三振を量産していました。ということでこの投手は非常に変化球のレベルが高いです。特にフォークはプロの打者も抑えられる一級品だと思いました。
またここで挙げた3球種の他にも使用頻度は少ないですが、横滑りするスライダーやチェンジアップも投げてきており、変化球は多彩かつハイレベルです。ただし常に都市対抗の時の精度で投げれるかはサンプル不足で不明です。予選では数字上はそこまで三振が取れていない感じもします。では投球のまとめになります。この投手は無駄のないフォームから常時140キロ前半の直球と多彩な変化球で2ストライクを取り、そこから対右バッターに対してはフォーク、外の直球、カーブ、外のカットボール、左バッターに対してはフォーク、外の直球、カーブが基本パターンのようです。ということで変化球のレベルの高さが際立つ、評判通りの社会人屈指の投手だと思います。都市対抗では4回で降板となりましたが、あのまま投げていたらほぼ間違いなく10三振以上は取っていたでしょう。特に変化球の多彩さ、精度の高さは社会人の中でも随一と思われ、東芝の吉村投手や東京ガスの増田投手あたりも上回ってきているでしょう。ということで現状の投球で即1軍ローテに入り、5勝前後は計算できると考えます。やや球威不足なのは気になりますが、このレベルの変化球があれば十分カバーできると考えます。短いイニングなら常時140キロ後半ぐらいで投げれそうですし、三振が取れるタイプの投手なのでリリーフでも即勝ち系統で活躍できると考えます。また気合を前面に出して投球してくるのでリリーフの方が向いている気はしました。ただし体格に恵まれていない割に力投することもあり、スタミナ面や故障の心配はあると思います。技術的にはできることをほぼやりきった感はあるので、今後は身体強化に加えて細かい投球技術を磨いていきたいところです。はい、これで投球分析は以上になりますので最終評価の方に行きましょう。はい、それでは最終評価になります。この投手は多彩な変化球が光る社会人屈指の即戦力投手になります。やや球威不足を感じますが、それをカバーできる変化球があるので即1軍のローテ入りして5勝前後、リリーフなら50試合2点台は期待できると考えます。ということで即ローテ入りが期待でき、リリーフ的性もある即戦力投手を補強したい球団が指名してくるでしょう。となると具体的には広島、横浜、中日、巨人、ヤクルト、日ハムあたりになってくるでしょうか。では最終評価の発表の前にブータロー式評価システムについて説明しておきたいと思います。最大5つの星の数で選手のドラフトにおける評価を表現します。星の種類は2種類あって、黒塗りの星は現在の実力を表しています。白抜きの星は将来的な伸びしろを表していて、今はまだそれだけの力はないんですが、将来的に黒星になる可能性があることを表しています。はい、それでは最終評価になりますが、黒星3つ、白星1つになります。ドラフト外れ1位から2級と評価いたします。将来像としては新日鉄住金鹿島から横浜にドラフト3位で指名され、総合力の高い生粋の先発型投手として横浜の先発ローテーションの柱として活躍している大貫慎一投手がタイプとして近いと思いました。ここまでご説明してきた通り、この投手は1年目から先発で5勝前後、リリーフなら50試合2点台は計算できるレベルに達していると考えているので黒星は3つ、また都市対抗の投球だけでいうと黒星4つでもいいかなとは思ったのですが、予選ではそこまで三振が取れていなかったようで、フォークの精度を完全には見極めきれなかった点や身体的な伸びしろなどなどを白星1つで表現して、合計黒星3つ白星1つと評価いたしました。ということで直球にはやや物足りなさはあるものの、これだけの変化球があれば十分プロでも通用すると思いましたし、あとはプロで細かい部分を磨いていき、どれだけ安定した投球を維持できるかが重要になってくると思いました。それでは最後になりますが、個人的にも好みのタイプの投手でしたので、先発となるかリリーフとなるかは入った球団次第ですが、いずれにしてもチームに欠かせない投手としてプロでも大活躍してほしいと願っております。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったという方は評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。私が次の動画を作る気力がちょっと増すはずです。では次の動画で会いましょう。ブータローでした。